気のお店をご紹介する店番。今回のお店は越前町梅浦にある焼肉屋さん金谷です。金谷は越前町のお宝越前海岸へと続く国道365号沿いの山道にある焼肉店。昭和63年に海岸沿いでお店を始め、平成9年からは現在のところで営業しています。お店のご主人はもともと精肉店で働いていたこともあり、お肉の質を見極めるのはお手の物。問屋から直接肉を仕入れ、注文が入ってから必要な分だけ切り出します。そのお肉は柔らかくて美味しいと評判です。うちのお肉は主にもう、まあ、全て国産肉を使わせていただいてます。それからもともと主人が精肉店に勤めてたっていうこともありまして、直接自分で問屋さんの方に自分の目で見たものを、その都度いいものを仕入れてきてお客様に出させていただいてます。メインはうちは焼肉屋なんですけれども、もちろんお肉を食べに来ていただきたいのも山々なんですけれども、惣菜物とか持ち帰りの揚げ物もなんかもやってますので、仕事帰りの主婦の方にも立ち寄っていただいて、はい、熱々の夕食のメニューなんかの一品にしていただけるようなものを持ち帰っていただきたいなと思ってます。焼肉金谷では煙の上がらない無煙ロースターを採用。衣類に匂いがつきにくいのが嬉しいですね。そんな金谷では昼も夜も焼肉や定食などが楽しめます。早速おすすめメニューをいただきましょう。まずは定番のカルビ。さっと焼き上げていただきます。すごいジューシーですね。幸せ思った以上に柔らかくて食べやすいお肉です。脂が乗ってて醤油ダレにつけてあるということなんですけど、絶妙な味付けですごい美味しいです。噛むほどにこうお肉の旨味がじわっと出てきて、すごい体に染み渡るような美味しいカルビです。続いては上ホルモン。プリップリに脂の乗った上質ホルモンです。お、すごい初めての食感ですね。プルプルしててホルモンじゃないみたいな、すっごい美味しい。ふわふわのプルンプルンのところはもうその見た目通り、食感もプニュプニュと口の中でなんかとろけていくような感じなんですよ。で、皮の部分はコリコリしてて、その2つの食感が一口で楽しめる感じで、ジューシーで美味しいです。最後は種類も豊富な定食のラインナップから豚ヒレカツ定食。焼肉屋さんの豚ヒレカツ、間違いなく美味しそう。重たい。すごい分厚くて揚げたてですっごい美味しいですね。この肉厚な感じがやっぱり嬉しい。これはご飯が進みますね。脂っこくないので、これ豚ヒレカツ5個ついてますけど、もうペロリと食べられちゃいそうですね。お腹いっぱい食べたい時にはぜひこの定食注文してほしいですね。すごいおすすめです。焼肉金谷のここに注目。金谷は焼肉屋さんなれど精肉の販売も行っています。またお弁当やコロッケなどお惣菜の持ち帰りもできちゃいますよ。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいね。これから暑い夏に向けて夏バテしないように、美味しいお肉をたくさん準備して待ってますので、どうぞいらっしゃってください。